こんばんは、ギスケです。ということで本日は最強キャラランキングトップ10やっていこうかなと思います。いやね、今回のランキングおもろいっすよ何がおもろいかって、まあ時期的にはウルトラジャネンバが追加されて、環境がガラッと変わったタイミングなので、まあいろんなキャラクターがこう順位を落としていたり、逆にまさかのトップ10入り入ったキャラクターとかもまあいると、いうことで、結構変動してるんでね、その辺を楽しんでっていただければなと思います。で、毎度のごとくですが、今回のランキングは PVP でのランキングになります。はい、いやー楽しみですね。ということで早速第10位から、それとブーストも加味してます。はい、今劇場版ずらっとブースト入ってると思うんですけど、まあそれも加味してのランキングですね。それでは第10位見ていきましょう。こちらです。ウルトラヒットが第10位にランキングインという形になります。いやー、まあ結局強いんじゃない、ウルトラヒット。まあ PVP にその再生が多くなったっていうのもあるし、その踏ん張りとかさ、復活キャラクターが多くなったじゃないですか。だからそういうのをかわして時飛ばしでぶっ飛ばすことができるっていうのはやっぱ唯一無二なのかなっていう、そんな感じがしますかね。ただあんまり見かけないよね、まだ気づかれてない、もしかして多分今の PVP ウルトラヒットめちゃくちゃ強いと思いますよ。ただまあパーティーがね、ちょっと宇宙代表、まあそれでも極フリー、ウルトラヒット、まあ人造人間17号っていう組み合わせは今でもほんまにトップクラスのパーティーだと思ってるんで、そういうパーティーもうちょい増えてもいいのかなっていう感じはするんやけど、やっぱみんな新しいもん好きまあ俺もやけどね、やっぱ新しいもんが好きで、ヒット使うんやったらベジブル使おうかなってなってると思うんやけど、ヒットにはヒットにしかできないことがあると、あの時飛ばしでぶっ飛ばすことができるっていうことなんで、今はめちゃくちゃ強いと思うんでね、もうちょい流行ってもいいのかなと思うんですが、まあ今回は第10位、まあ、トップ10にはランクインされてるという形になります。でトップ10に入ってるキャラクターはもうどれも強いんでね、もう今のレジェンズの顔と言っても過言ではないキャラクターたちなんで、まあ10位だからといってこうなんか悲しむ必要はないですよっていうところをちょっと前もって言っておこうかなと思います。では次第9位見ていきましょう。こちら人造人間17号が第9位にランクインとなります。ちょっとね順位下がっちゃいました。前回確か7位とか6位とか、まあなんか中間あたりでちょろちょろっとしとったんですけど、まあ下がりましたね。理由はすごく単純、そのジャネンバがめちゃくちゃ流行ってるおかげでやっぱグリーンがすごく多い、っていうのでちょっと影響を受けちゃったかなっていう感じかな。覚えてますかね、ウルトラロゼが実装された後もやっぱ17個ちょっと減ったよね。強い緑がいると、まあ、どうしても力を発揮しにくいっていうところがあるんですけど、それでもトップ10には入ってくるっていう、やっぱ強いね。パーティーも強い。人造人間パーティーで組めばセルでガンマ1号2号、まあ、その辺と組み合わせて、まあ、ゴリゴリ削っていけるキャラクターやし、でドラゴンボール破壊したりとか、でバニシング2回使ったりとか、まあちょろちょろ立ち回れることもできるんで、まだまだ現役なのかなっていう感じはするかな。ただまあジャネンバのせいでちょっと影響を受けちゃったかなっていうキャラクターになってます。はい、ということで第9位人造人間17号でした。お次は第8位見ていきましょう。こちらウルトラロゼが第8位にランクインとなります。はい、いやーよかったねウルトラロゼジャネンバというキャラクターがいるおかげで生き生きできるというか、かなり強いと思いますね今の PVP は。やっぱ遠距離必殺なんでね、しかもジャネンバに対して遠距離必殺ぶっ放せるっていうのは、まあ、かなりのメリット。でジャネンバ柔らかいじゃないですか、耐久力がないんですよね。まあ回復はあるけど、だから必殺
2発ぐらいちょんちょんって当ててしまえばそのまま倒しきれるみたいな、そういう環境でもあるんで、いやロゼ突追ってる人はもうすごい長いことお世話になってるんじゃないかなっていう感じがしますかね。ロゼに打って変わるようなキャラクターっていうのがねいないんですよね、特に。だからベジブル使ってる人とかもまだ未来パーティーにロゼを採用してこうジャネンバといい勝負するっていうことができると思うんで、いや偉大だなっていうほんまに強いなって感じますかね。で、キューグガーツも2回打てるし、試合の終盤ぐらいになると思うけど、まあそれも相まってかなんかね、制圧力っていうのはかなり高いのかなって思うんで、強いですよ。めちゃくちゃいいキャラクターなんじゃないかなって思います。ということで第8位ウルトラロゼでした。お次は第7位見ていきましょう。こちらオレンジピッコロが第7位にランクイン。いやようやくよ、ようやくどんだけ待たせたんだと思うんですけども、まあ、やっと環境に入りましたね。いや強いわ、うん、やっと俺は胸張ってオレンジピッコロが強いと言える、うん、ジャネンバとの相性が良すぎる。あのジャネンバライジングとかね、究極打たれると待機カウント10カウント短縮してくれるんで、まあそれをオレンジピッコロ、復活キャラクターのオレンジピッコロでガチッと受けてあげるっていうこともできるし、で対面ジャネンバに対しても強いんですよね、やっぱり。うん、防御力高いから、そこそこ復活後はね。だからジャネンバの打撃カウンターからの究極とか必殺アーツをこうオレコロでガチッと受けてくれるっていうのはもうたまらなく強いっすね。でユニゲマックスじゃない状態で究極アーツとか打てばね、もうそれだけでもうすぐちょんちょんって溜まっちゃうんで、それも相まってめちゃくちゃ優秀なんじゃないかなって思いますかね。でジャネンバと組み合わせた時のさ、中距離の制圧力やばいよね。今の PVP ね、復活後のオレコロとウルトラスーパージャネンバが中距離に来られるだけで何もできなくなるんすよ。こいつも特殊アーツでカウンター持ってるんでね、だから簡単に突っ込んじゃうとカウンター食らうし、で射撃アーツ使っちゃうとアーマーの打撃アーツで突っ込んでこられるしっていうね、もうほんまに何もできない、そういうなんかロック盤面ロック状態が作れるんで、いや強いなーって思いますね。ちなみに僕のオレコロは三突です。まあこれはね、戦型の銘がなかったっていう感じではあるんですけど、まあ復活前のメインアビリティで味方の余ダメージ 15% アップしたりとかで、やっぱパーティーが強いですね。うん、ジャネンバも使えるし、でブーも使えるし、でセルも使えるしっていう、なんで今まで流行ってこなかったんだっていう。ジャネンバが一体いるだけで、まあ、ここまで環境に出てくるっていうのは、いやすごいなって、すごい影響力だなって思いますね、ジャネンバの。うん、っていう感じです。いやオレコロはねマジ強いですよ、今の環境使うなら今って感じかな。はい、ということで第7位オレンジピッコロでした。ではお次第6位見ていきましょう。こちらウルトラブーが第6位になります。はい、これも、ウルトラスーパージャネンバの影響で、まあ、環境に入ったっていう感じかな。でもね、オレコロと順位迷ったんですよね、6位と7位。まあ逆にしても良かったかなとは思うけど、まあウルトラブー、そのベジブルがきつかったじゃないですか、今までベジブルが実装されたおかげでなんかもう一気に減った、10から1ぐらいに減ったんですけど、そのベジブルに対してジャネンバを投げれるっていう、そう考えるとね、もうこいつの攻撃性能がもうほんまに今ピカイチで光り輝いてる。うん、範囲特殊から特殊カバチェン無効で交代禁止の必殺アーツでバニシング回復もついてるよね、必殺アーツに。で控えメンバーダメージの、まあ、究極アーツとかでアーマーもついてるし、いや腐らないですねこいつは。まあここにも書いてる通り、ここね腐る性能ではないんですよね、やっぱり。うん、だからいつかまた環境に復帰してくるかなとは思ってたんですけど、まあウルトラスーパージャネンバが実装されてもうちゃんと
相性の補完ができてるというか、めちゃくちゃいい感じに立ち回れるキャラクターなんで、いや強いね。で踏ん張りやしね、この踏ん張りもちょっと舐め腐ったライジングとか打ってくると、ウルトラスーパージャネンバの待機カウント10カウント短縮で踏ん張り出てこれるし、で基本的に今の PVP ってなんかジャネンバブーオレコロ、もしくはジャネンバオレコロセルとかさ、なんかそういう感じでしょ。誰でライジング受けても強いというか、ジャネンバが場に出てれば、それがね今の再生パーティーの強みなんじゃないかなって思ってるんで、めっちゃ強いですよ今ブー、うざいジャネンバとブー組み合わさって使われるとさ、もう耳キーンになるよね。猿かいっつって、キー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 言ってるんで、ちょっとやかましい環境ではあるんですけど、まあウルトラブーはかなり強い、キャラクターですね今の PVP だと。はい、これも全てジャネンバに感謝っていう感じです。ではお次第5位見ていきましょう。こちら、はい、自爆セルが第5位にランクインとなります。いやー、この7位6位5位全員再生ですまあこの辺のキャラクターと組み合わせれるジャネンバはそれは強いよなっていう感じはしますよね。で自爆セルに関しては人造人間で使っても強いし、再生パーティーでも使って強いし、未来パーティーで使っても強いっていうね、本当にタグが優秀なんですよね。未来パーティーだとベジブルロゼセルとか、まあホープソード入れたり入れなかったり、で再生だとジャネンバーセルオレコロブー、まあこの辺でぐるぐる回したりとか、人造人間だとガンマ17号、マゼンタセルみたいな、その辺でぐるぐる回すみたいな感じで本当に強いですね。このセルは初心者ほど引いた方が良かったねというのもやっぱタグが優秀やからさ、いろんなパーティーに出張できるじゃないですか。まあ言うの遅すぎやろっていう感じやけど、もうこいつのガシャないんでね。だから初心者ほどなんか引いて助けられてるキャラクターなんじゃないかなっていう、本当に組み合わせやすい、いろんなパーティーに出張できるキャラクターで、かつ単体性能も強いっていう、落ちた時の自爆ね、自爆の性能おかしすぎやろっていう交代禁止に手札破棄になんだっていう、で控えダメージもで特大ダメージ与えてみたいな、もうとんでもない自爆性能も持ってるし、でカウント付与の範囲特殊ね、もうブーとセルが組み合わさったらもう範囲特殊にビクビクしながらさ戦わなあかんやん。もうずっと通常打撃で止めるみたいなすごい後手後手に回っちゃうんで、まあそれだけ恐れられる性能っていうのは、まあ、やっぱ強いんじゃないかなって思います。めちゃくちゃ優秀です今の PVP だとね。はい、ということで自爆セルでした。お次は第4位見ていきましょう。こちらウルトラベジットブルーが第4位にランクインとなります。はい、まあ結局強いと思いますよベジブルー。まあセルと悩んだね。5位にしてもよかったかなと思ったけど、僕の中ではまだ4位かなって思います。結局さ、ブー止めれれんのベジットブルーとかさ、ガンマ止めれんのベジブルーだったりとかさ、ブルー以外にはもう無双じゃないですか。正直言うとスーパージャネンバ1体のおかげで、まあ、ここまで順位が下がっちゃったっていう感じではあるんで、それでもまあ4位ぐらいの性能はあるんじゃないかなって思います。やっぱ持ってる能力が多すぎる。うん、バニシング破棄したりとかでね、相手の控えにジャネンバがいなければそのままコンボ無限に続くし、で倒すたんびにバニシング回復するし、でカウンター特殊でこう時間を稼げるし、でライジングラッシュもね踏ん張り無効やし、でバニ出るとライジング5カウント封印するし、いや強いと思いますよ。うん、まだまだね。結局そのまあ僕がネタとかでウルトラスーパージャネンバが実装されてベジブル終了しましたちゃんちゃんみたいなこと言ってますけども、まあまだまだ戦えると思います。うん、でなんならさ、次の新キャラ復活パイクーハンでしょ、でゴジータでしょ、合体戦士じゃないですか。いやこれはねいけると思いますよ。そのなんなら順位上がるんじゃねっていうレベルだと思うんだよな。パーティーとして強くなるじゃないですか。で
相性もいいと、タグも一緒でウルトラアビリティもしっかり乗ってっていうのがあるんで、次復活パイクーファン実装されたらまあさらに活躍するのかなっていう感じはしますよね。まあどっちが強くなるかっすよね。あいつ劇場版なんで、あのジャネンバーと組み合わせた方が強いのか、ベジットブルーと組み合わせた方が強いのか、まあどっちと組み合わせても強いのかっていう、まだ性能が解禁されてないんでその辺がちょっとわからないんですけど、ちょっと楽しみではありますよね。まあでも合体戦士パーティー組んでさ、めちゃくちゃ男前の中にパイクーハン並んでるんすよ。いやじゃね。いやだよな。まあそれはしゃあないかなとは思うんですけど、うん、まだまだ強いキャラクターだと思います。だからベジブル使ってる人は安心していいと思う。まあジャネンバーに対してどうするかっていうのは厳しいと思うけど、まあそれはロゼとか採用してさ、未来パーティーで組んで戦うとか、なんかそういう感じで組み合わせれればまだまだいけるかなと思うんで、うん、4位には入ってくるかなと思います。ではお次、第3位見ていきましょう。こちらガンマ1525が第3位にランクインとなります。いやーこれは強いですよ、ガンマ。ベジブル減ったんでね。もうそれですよ。でブーストも入ってるでしょ今劇場版の。おかしいんすよね、こいつ入れちゃダメだろっていう感じではあるんやけど、やっぱ劇場版でジャネンバと組み合わせても強いし、人造人間でシンプルに組み合わせても強いし、で全開アビリティも結構乗せやすいっすよね。あのエクストリームのセル第一形態もしくはまあパーフェクトセル、あの辺でがっちり全開アビリティも乗っけれるし、体力上げも結構豊富やし、でパーティー自体も強いし、もう言うことなしなのかなっていう、もう今が全盛期っていう感じはするかな僕の中ではね。パーツが揃ってるんですよね全て。ジャネンバいるでしょ、で自爆セルもいるでしょ、で17号もいるでしょ。あのパーティーとしてかなり強いんで、めちゃくちゃいいと思います。うん、で別にさ、ベジブルがいても強かったわけでしょ。あのジャネンバが実装する前ベジブルーめちゃくちゃ流行っとったけど、その中でもやっぱ人造人間パーティーが強いってなってたんで、まあそれだけのパワーはあるのかなっていうことで、まあブーストも相まってベジブルより順位は上、うん、第3位にランクインとなります。ではお次、第2位見ていきましょう。こちら悟空フリーザが第2位にランクインとなります。はい、まあ2位じゃないかな、さすがに。まだまだ現役だと思います。まだまだ現役っていうか、なんていうんかな、当然現役だと思います。ただちょっとパーティー組むのが難しくなってきたかなっていう印象かな今。その強化に力入れられてんのってさ、劇場版と再生とかでしょ。でそのどっちにも入らないわけですよ悟空フリーザは。だから今 PVP で強いって言われてるガンマとかジャネンバとか自爆セルとか、まあオレコロとかね、その辺と組み合わせるのが難しいっていうのはちょっと弱点かなって思います。だから再生とか人造人間と比べてパーティーとしてはちょっと一段階劣るかなとは思うんですよね。けど2色で戦えるっていう強みで、ライジングカウンターできますよっていう強みで、まあリーダー枠っていう土地狂ったあの機能があるんで、レジェンズにはっていうのもあって、まあ単体性能ぶっ壊れてるんで、まあリーダー枠で出張すればいいかなっていう、感じではあるのかな。結局ね、ウルトラブーとかオレコロとかと組み合わせても悟空フリーザ強いんでね、ジャネンバと組み合わせてももちろん強いし、ガンマと組み合わせてもベジブルと組み合わせてもまあまあ強いんで、まあガチッと組めるパーティーは少ないですけど、まあ組めるんですけど、組んでもあんま強くないっていうか、孫一族とかね、宇宙代表とか、まあそういうんじゃなくて、今 PVP で生き生きしてる劇場版と再生人造人間、その辺をなんかその辺のリーダー枠に出張しに行くみたいな、なんかそういう使い方でもまだまだ強いのかなっていう感じはしますかね。
で別に邪念馬に不利取られるわけでもないし、結構色合いもまだまだいけると思うんで、ちょっとこれからも期待していきたいなとは思いますかね。はい、ということで第2位悟空フリーザでした。では第1位誰なんでしょう。わからないですね。見ていきましょう。こちらです。ウルトラスーパージャネンバが第1位にランクインとなります。はい、いやまあこれはもう当然かな。強すぎ打撃カウンターやばすぎるて、何もできないっしょ。で必殺アーツを封印してくれるキャラクターは結構いるんですけど、究極アーツを封印するキャラクターっていないんですよね。だから打撃カウンター決まったらもう確定で究極アーツ飛んでくるんで、それがやばいなって思います。で究極アーツの火力も低くないでしょ。どっちかというとめちゃくちゃ高い部類なんで、いや強いっすよね。何もできないっすよね本当に。で一応こいつの弱点といえば柔らかいんですよね。柔らかい。耐久に関してはあんまりないんですよ。火力に特化してるんで。ただそれを補うかのごとく体力回復が豊富なんで、もう気付いたら体力万端で戻ってくるみたいな。無制限ですからね体力回復。やばいよねシンプルに。で場に出て特殊カバチェン無効とアーツドローがすごく便利で、まあコンボ延長しようかなっていう時にも使えるし、こう開幕ねアーマー使ってコンボ取ろうかなっていう時にも使えるし、でユニゲマックスだとね中距離何もできないっしょ皆さんあのウルトラジャネンバのユニークゲージが満タンで、ジャネンバに中距離に迫られたら何もできなくないですか。タックルでちょっとお茶濁すしか無理じゃない。それがねかなり強いなって思うんすよね。だって射撃圧打ったらアーマーで突っ込んでくるでしょ、打撃圧打ったらカウンターでしょ、何もできないで相手がライジングとか究極とかそういうの打った時に発動する待機カウント10カウント短縮、これもぶっ壊れてますよね。で控えにいるのって大体復活とかさ、なんか自爆セルとかブーとかなんかねその辺のキャラクターと組み合わせれるんで、いやもうぶっ壊れてんだよな何もかもが。でようやく一体削ったって思ったらウルトラジャネンバユニークゲージマックスで帰ってくるんでほんまに、まあ、かなり嫌われる性能なのかなっていう感じはしますかね。ただ僕個人としてはもう前までの環境もコンボ長すぎてマジで嫌だったんですよ個人的に。ほんまにもうなんか試合中でもカップラーメン作れるんちゃうかとかさ結構頻繁に言ってるんやけど、マジで嫌だったんすよね冗談じゃなくて。それをなんか抑制してくれたのは俺個人的にすごく好きなんすよね。もちろん対面でジャネンバ来たら攻めずれって思うし嫌だなって思うけど、自分がジャネンバ使ってる時はもう生き生きしてるからはいコンボ止まりましたよねみたいな感じで、いやそれがね個人的にはかなり良かったかなっていう感じはしますかね。ただね次そのベジブルの時でも話したけど、復活パイクーハン来るでしょ。であいつグリーン属性ですよね。そこがどうなるかなんですよね。まあ、当然組み合わせて使うのが一番強いとは思うんやけど、その対面にその復活パイクーハン、まあ、ないしはスーパーゴジータが来た時にどうなるのか。で性能出てないけど復活前のパイクーハンは遠距離必殺なんで、その辺もねジャネンバに対する対抗心っていうのが現れてますよね。その辺がまあどうなるかっていうのがちょっと難しいところかな。現状だからぶっ壊れのむグリーン属性が来るとちょっと厳しそうかなっていう印象はありますかね。まあウルトラロゼとかウルトラロゼとかいる中でまあこれだけ活躍してるんで、まあそんじょそこらのグリーンが来るだけでは止まらないと思うんですけど、ほんまにもうベジブルみたいな、ウルトラベジブルみたいなグリーン属性が来るとちょっと厳しいのかなっていう感じはするかな。一応フリ属性向こう持ってるけどね、味方一体落ちてでそっから場に出ると5カウントだけフリ属性向こうみたいな、そういうのは持ってるんですけど、まあそれだけだとちょっと太刀打ちできないようなグリーン属性が来ると厳しいかなっていう、
その分岐点が今来てますよ。あのゴジータブルー、ゴジータね、復活ゴジータが来るんで、まあそこでどうなるかっていうところかな。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこんなもんなんじゃないかなって思います。はい、全部並べてみましょう。こんな感じですね。ちょっと上の方見切れてるけど、お腹見るだけで誰かわかるでしょう、これ。誰かわかりますよね。うん。まあトップ10のキャラクターは僕の中ではこんな感じでした。迷ったキャラクターはブーと、まあオレコロ。で、ベジットブルーと自爆セル。この辺もちょっと迷ったかな。で、悟空フリーザーをもうちょっとだけ落としてもいいのかなとも思った。けど、トップ10に入るキャラクターはみんな大体一緒なんじゃないかなとは思います。まあ、皆さんの順位をねちょっとコメント欄に残していただければなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。